はい。北海道車中泊の旅をスタートしました。今日のは、23時50分のフェリーなんですけども、10時50分までには、フェリーの島に着かないといけませんので、家を6時ちょっとぐらい前に出てきました。6時ちょっと前に出てきて、今現在が7時なんですけども、本当は今、丹波のサービスエリアで食事をしてから、まあ、舞鶴行こうという予定を決めてたんですが、何かわからないんですが、今日はレストランが8時閉店で、それもオーダーストップ7時と、ちょうど行ったら7時でした。もうしょうがないんで、西舞鶴まで行って、そこからもうどっかレストランかなんかで食べて、まあ、新日本海フェリーの埠頭まで行きたいと思います。はい。舞鶴の埠頭から今から乗船します。3時間前ぐらいから出たので結構あれですけども、フェリーの船内にも乗船いたしまして、客室の通路を歩いています。これから少しフェリーの船内の中を、見ていきたいと思います。客室から少し歩いて、船の後ろの方に歩いていきますと、レストラン方向に歩いていきますと、大浴場、これ女性の方の大浴場があります。少し行くと男性の大浴場があります。時間はこのような時間になっています。それからその奥がレストランです。レストランも営業の時間が決まっていまして、このようなメニューがあって、食事をすることができます。はい、船内5階のロビーの方に来ました。ここの中央の階段で下の方の4階に行くことができます。
よくはフロントとか売店とかゲームコーナーなどがあります。はい、客室はステート B ツインというのを取りまして、個室です。こんな感じになっております。ロビーがこんな感じになっています。上の階は映画などを見ることができます。レストランと反対側のところへ歩いていきますと、グリルとカフェがあります。はい、カフェの手前には、こういうふうなテーブルと椅子があって、ここでくつろいだりすることができます。はい、カフェの中を通り抜けていきますと、後方のデッキに出ることができます。はい、こちらの方のドアから外の、会場のデッキに出ることができます。はい、こちらがフォワードサロンといいまして、5階の前の方にこういう窓で先週の方の景色が見ることができます。後ろの方にはくつろげるラウンジみたいなソファーがあります。はい、長い船旅なんで、まあいろいろ船内の中で、くつろげる場所を探しながら時間を潰していきます。はい、私の食べた食事は朝の朝食和定食で、昼は、味噌のバターコーンラーメンです。で、夕食はホッケの定食にいたしました。はい、カフェでコーヒーを飲みながら、海を眺めてまた時間を潰します。はい、20時間ほどフェリーに乗ってやっと小樽港に着きました。いよいよこれから下船になるわけなんですが、着いたのがやはり、夜遅く10時近くになっているので、こっからまだ、初めての車中泊は1時間ぐらい走った恵庭市の
道の駅で、宿泊しようということで思ってますので、やっぱ夜初めて、の北海道で高速にも乗らないかんので、少し、戸惑いながら今下船をしているところです。はい、このタラップは相当、振動するので、画像が、ビリビリと揺れています。どんどんと皆さん下船をしていきます。ここで一旦ちょっと止まって、ナビをセットしていから、次の宿泊の恵庭市に向かいたいと思っています。はい、恵庭市の道の駅で車中泊をして、今現在が8時半ぐらいです。ちょっとまだ早いんですけど、まだ時間があっても、早く起きて、もう今は恵庭市の道の駅でマンホールカードもらう予定なんやけど、もうまだ早いんで、先に千歳の、水道局へ行って、道の駅、水道局へ行って、まずマンホールカードもらって、またここへ戻ってきます。それから、エスコンフィールドの方へ行きたいと思っています。はい、4枚目のマンホールカードを北広島でもらって、今回初めての観光っていうのかな、エスコンフィールド、日本ハムの、球場へ行きたいと思います。そこでもマンホールカード1枚もらいます。はい、住宅街を抜けると、こういうふうに、球場の施設が見えてまいりました。はい、駐車場の止める場所がわからないんですが、それなりに走って案内通りに行きました。もちろん、時間も早いですし、あまり、観光の方も来てないみたいなので、とりあえず、駐車場に止めれそうなところを見つけて、そのゲートに向かっています。ゲートの中に入って車を止めます。できるだけ近いところの方がいいと思うんで、球場の近いところまで、車で行きます。広すぎて分かりません。はい、車を置いて、正面の階段を登っていきます。階段を登っていったら、球場のが見えましたので、そこから中に入っていけるかなと思って、とりあえず、向かっています。
はい、入り口に来ました。どこから入るのかがわからないので、とりあえず正面のこのドアのところに行きますけども、ドアは開きません。やっぱり朝早いのか休日なのかわからないんです。帰れないのかなと思っていましたが、隣に、グッズを売ってるショップがあるので、そこの扉が開いていたので中に入ると、すんなりと、球場の中に入ることができました。まあ、中には何人かやっぱり見学に来ている方もいらっしゃいますし、見学のガイドツアーの申し込みのところも、まあ、意外と空いていたので、申し込もうかなとも思ったんですが、まあ、そこまで、まあ、その球場の施設を、案内してもらうほどでもないかなと思いましたので、少し歩いて見て回ることにいたしました。はい、球場の中を見学に行っています。このフロアはずっと続いております。このように下の方まで、グランドに近いところまで歩いていって見ることもできました。まあ、これなら本当にまあ近いところで選手がいたら間近に見えるんじゃないかなと思います。非常にまあ凝った作りといいましょうか、屋根もあれですし、スクリーンもありますし、こういうふうな外からの光も入ってくるので、非常になんか斬新な建物というか施設のような感じで、すごいなと思います。まあ、いろんなこういうスクリーンも、まだ球場休みなんですが、ここに映し出しています。このように大谷選手とダルビッシュの、壁面に大きな絵も飾られています。はい、またしばらく見て回ってると、このようにレストランもあります。メニューの方はこんな感じで、まだ営業はしてないようです。このようにショップなんかもあるようで、外野の方ですかね、向かって歩いていております。はい、しばらく歩いて、このようにまた選手の絵が飾られた壁などを見ていますと、ちょうど下の方で、ガイドツアーをしてあるところに出会いました。このようにいろいろ説明して、見せていただけるみたいです。はい、新しい球場の方を見てみたかったので、
非常に満足しています。どこもかしこも斬新な建て方で、綺麗ですし、とっても楽しめました。